回こっち見てください。すいません、顔こっちください。もう一回顔ください。お願いします。ありがとうございました。本日駅長よりタブレットが渡されます。まもなく保持3出発いたします。ご来場の皆様に保持さんのプロフィールをご紹介いたします。保持さんは久引鉄道の開業時から特別客車ホトク1として在籍いたしまして、機動車に改造されましてからは廃線までは主力として活躍しておりました。決して洗練されたスタイルではありませんが、その愛らしい姿でコッペル2号機とともに沿線の住民や全国の鉄道ファンに親しまれています。再起を果たして再び脚光を浴びることとなりました。ご来賓の皆様を乗せまして出発しております。保持さんの歴史をご紹介いたしましょう。1914年大正3年、日本車両製の